エナメルバは、葉のエナメル造牙境から、エナメル質表層へ、もしくはその逆に伸びる、石灰角の低い構造である。簡単に言うと、線上のエナメル質の異常であるが、これによる臨床上の問題点は存在しない。エナメルバは、タンパク質、プロテオグリカン、脂質を含んでいる。エナメル層やエナメル防水とは似ているが、異なるものである。 エナメル層は小さく枝分かれしており、エナメル造毛境からのみ起こるが、エナメル刃は線でエナメル造毛境とエナメル質表層の両方から起こるため別物である。エナメル防水もまた線状であるが、エナメル質形成前や形成中にエナメル目細胞に取り込まれた造毛目細胞によって作られるため、エナメル造毛境からのみ存在する。 エナメル歯は40歳代まではその数を増やすが、その後は変動が少ない。エナメル歯は男性の歯に多いことが報告されている。ヒストロジーコースノーツ、マチュアエナメル、ニュージャージーデンタルスクール、2003から2004、ページに、ABC ともきを吐く、人死がにおけるエナメル用の分布に関する研究、九州史科学会雑誌第12巻第1号、九州史科学会、 1958年6月30日、112ページ、衣春0368から6833、ネイド1100億300万8930。ありがとうございます。